さて、気持ちよく展望所へ到着した二人ですが、ここで残念なお知らせです。あろうことか、鳥天はここから撮った動画データをその後誤って削除してしまいました。復旧を試みるも虚しく、展望の写真はタッセさんのフォトでお楽しみください。ほんと、ダメな人よねー。こんにちは、僕が代わって説明しますね。町子が僕やは、阿蘇北外輪山の東部に位置します。総面積447ヘクタールもあるんだよ。阿蘇の牧野は、僕や組合によって管理され、放牧や野焼きを行って草原が維持されています。牧野には許可なく立ち入ることができませんのでご注意ください。あ、まあ牧野、じゃなくて、僕やでした。ほら、箱石峠と呼ばれる由来となった、下に見えるあの重箱のような石が箱石だよ。この後自分がデータを削除してしまうとも知らずに能天気な人ですよね。私はタッセさんの心が読める。心読み上げソフトなだけです。やばいよやばいよ。わあ、これも読まれてる。もたもたするんじゃないよ。ああやばい、俺の心みんなつぶやくな。やめろ。まあいつもこんな感じよね。二人は河口を目指して出発しました。運任せ、続くのか。I know it's nothing new, but it's so good to see you.